ザールラント州立劇場は、ドイツザールブリュック県市の町の中心に位置する、シラー広場にある歌劇場、劇場で、9月から翌年7月までのシーズンを、通して、オペラオペレッタミュージカルバレー、演劇、コンサートなどが催されている。州立劇場、アルテフォイヤーバフヘ、シュパルテ4の3つの劇場から構成されている。ザールラント立劇場は、相当ヒトラーからの贈り物として、 パウル・バウム・ガルテンによって、ガウ劇場ザ・アルプ・ファルツの名称で、1937、1938年に建設された。1938年10月9日のコケラ落としは、リハルト・ワーグナーの、さまよえる、オランダ人。当時の劇場は、客席数は、約1200席、赤と金色で装飾された、豪華な造りで、客席中央には、相当席があった。 しかし、1941年と1942年の空襲で劇場は崩壊。戦後に再建された劇場は、外観は復元されたが、客席数は約300席、少ない875席になり、相当席もなくなった。戦後、1948年3月6日のサイコケラオトシはモーツァルトの魔キ。 ヘルマン・ベーデキンとの劇場支配人時代、彼は芸術に国境はないというモットーのもと多くの外国人作品、特にフランスやグルジアの作品を取り上げ上演した。劇場ではグルジア習慣が模様され、この縁でグルジアの首都トビリシとザールブリュッケンは姉妹都市提携を結んだ。劇場前の広場はジョージアの首都にちなんでトビリシ広場と名付けられている。 1988年にザールラント州が劇場に関する全権を引き継ぎ、サーランディシャ・ランドスシアター、フォンデア・スターツシアター・ GMBH となったが、その1年後の1989年にサーランディシャス・スターツシアター・ GMBH へ引き継がれ、現在の名称になった。通常の上演活動以外に、ザールラント州の若者への芸術振興にも力を注いでおり、以前から、 ある児童バレエ団や児童が唱団の指導に加え、2006年から JRG ウェスムーラー指導の下、12歳から21歳の若者に授業料なしで演劇の稽古をして、シーズン最後にアルテホイヤーバッヘで公演を行う、ジャガンドクラブが導入された。2009年からは、ザールラント州の学生は、修理劇場の公演を公演の3日前から無料で、 購入できる制度を導入している。また、子供や若者向けのコンサートや演劇などの公演も多く行われている。1960年以降の歴代劇場支配人は次の人たちが務めている。うちは任期。1956年以降の歴代音楽総監督は次の人たちが務めている。うちは任期。現在のバレエダイレクターはステインセリス1935年。 国際連盟の管理下にあったザールラントの帰属を回って住民投票が行われ、その結果ザールラントはドイツに帰属することになった。その決定に感謝の意を表して、総統ヒトラーは総統からの贈り物としてこの劇場を建てた。ドイツ第三帝国の当時、ドイツはガウという大関区に分かれており、ザールラント周辺はザールプファルツ大関区だった。 ザールの街角、独仏国境の街ドイツザールブリュックン、さあ、広場。で、2020年12月13日閲覧。無料券の対象となるのは、ウナバーサターットでザーロンと、HTW、HFM サー、HBK サーの学生で、テイジスカスで学生賞を見せるともらうことができる。1975年生まれのドイツ人指揮者。2002年に、 第二指揮者でこの劇場と契約後、2004年に第一、指揮者になり、その後、上岡が就任するまでの3年間、2006から2009、暫定音楽総監督として就任した。2009年シーズンから、ダルムシュタット州立劇場の音楽総監督。日本では2008年12月の、新国立劇場オペラ公演、ドンジョバンニで指揮をした。ありがとうございます。